FM那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。そして皆さん、明けましておめでとうございます。1月7日火曜日、ただいまの時刻は8時1分を回ったところです。カルチャープルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。今日火曜日のお相手は役者の前田夏子です。これからの1時間どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで明けましておめでとうございます。噛んだ最初から噛んだ明けましておめでとうございます。はい、もうね1月7日になっちゃってましたがね。はい、けども12月31日大晦日の日に火曜日だったんですね。もうそれから丸々1週間経っちゃって、もう全然なんか明けましておめでとうございますっていう時でもないですよね火曜日担当だとこんな感じになります。はい、あ、もう皆さんね、もう昨日から仕事始めだったりしてる方もいらっしゃると思いますがね、また通勤通学のお供にモーニング那覇よろしくお願いいたします。今年も1年よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日のフリートークのテーマがですね、2020年初買い物ということで、って言ってもですね、まあ、もう正月も過ぎて FM 那覇も始まりモーニング那覇やってるじゃないですか。もうね、多分正月の話題はもう出尽くしたと思うんですよ。勝手にね、勝手にそう思ってるだけなんですけど、そうだから、ちょっと絞って、2020年初買い物っていうテーマでやっていこうと思います。さすがにね、今の今までで何も買い物してない人はいないだろうと勝手に思い、まあなんかね、初商いでなんかデパートとかで福袋買ったりかと思えば、普通になんかね、仕事に向かうときに買ったコーヒーがなんか初買い物だったりしたりか、する方もいらっしゃるかと思いますがね、まあ、そんな話をねどんどんしていきましょう。前にもねちょっと初買い物ありましたんで、ちょっとお話できればと思います。はい、ということで、この番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージを募集しております。メールアドレスが780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りいただけます。またツイキャスト、 YouTube ライブで動画配信もしておりますので、そちらで映像を見ながらもお楽しみいただけます。 YouTube ライブは YouTube でアルファベットで FM 漢字で那覇と検索していただくと FM 那覇のチャンネルが表示されますので、そちらをご覧ください。チャンネル登録がまだの方は登録ボタンをポチッとするのもお忘れなく。はい、ということでツイキャスの方ではね、早速コメントいただいております。ありがとうございます。自転車の店タオさん、あっけましておめでとうございます。つの置き方よ癖あるな。おから目は難しいな。はい、あけましておめでとうございます。もうレースそうになっちゃったよ今。たけしさんもマイリー、おはようおはようおはようございます。はい、まあね、こんな感じで、まあね、新年の挨拶をそこそこに、ね、2020年初買い物でね、いろいろお話できたらと思いますが、まずはね、もうモーニング那覇恒例のね、もうお天気、道路交通状況、ニュースって言ったね、私は今ニュースをねお伝えしてからもう新年早々さ、噛みまくりですね。大変失礼いたしました。はいね、ニュースも終わってからフリートーク参っていきましょう。それではまず、今日の曲いきましょうか。マイディの今日の曲、まあ新年とはねあんまり関係ないんですけれども、この曲流させてください。前もしかしたら流したかもしれませんね。オフィシャルヒゲダンディズムさん、合ってるよねこれ、オフィシャルヒゲダンディズムさんだよね、きっと。アーティスト名ね、合ってるだろうなきっと。オフィシャル覚えづらいよこの曲。オフィシャルヒゲダンディズムさん、アーティストで、宿命という曲です。それではどうぞ。
ただいまの時刻は8時7分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況についてお伝えいたします。それではまず、今日7日のお天気から参りましょう。今日のお天気は南東の風のち南の風やや強く晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜遅く雨、波 1.5 メートル、降水確率が6時から12時が 10%、 12時から18時が 20%、 18時から24時が 30% となっております。日中の最高気温は24度と、まあねまあ最近はもういつもそうだけど、あんまり寒くはない気温でございます。しかもね、降水確率も結構低めになっております。ちょっと夜の方にね 30% とちょっと降るかもしれませんが、まあお昼頃は今のところは雨具持たなくても大丈夫な感じじゃないでしょうか。はい、あんまり長袖とかも着込まない方がいいかもしれません。それでは続いて気象警報注意報についてお伝えいたします。今日の気象警報注意報の方はすべて解除されております。はい、それでは続いて那覇市の道路交通状況についてお伝えいたします。まずは義母から鳥堀から崎山まで、こちらの方、鳥堀交差点周辺と崎山交差点周辺の方にかけて、長く渋滞が続いております。こちら反対車線の鳥堀から義母までもただいま短めですが渋滞が発生しております。続いて上間から国場まで、こちらの方もただいま長めの渋滞が発生しております。さらに、国場から寄宮まで、こちら寄宮交差点周辺の方が混雑になっております。続いて小羽倉から与儀から坪屋まで、ただいまこちらの方長めの渋滞が発生しております。続いて小羽倉から朝日町から朝日橋まで、こちら、朝日町から朝日橋交差点周辺がですね短めですが渋滞が発生しております。はい、以上ただいまの、那覇市の道路交通状況はこんな感じでございます。ちょっと早めの時間にもかかわらず結構渋滞がいろんなところで発生しておりますので、今から通行通学される方は十分お気をつけください。それでは続いて沖縄自動車道の道路交通状況についてお伝えいたします。まずは沖縄道下り西原インターチェンジの方がただいま路肩に故障車が止まっているということで規制中でございます。こちら通行される方は十分お気をつけください。続いて沖縄道上り巨大インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ巨大インターチェンジ間の方がただいま舗装工事により追い越し車線の方が規制中になっております。こちら反対車線の方の沖縄道上りこちらの、宜野座インターチェンジ、巨大インターチェンジ間の方も同じ舗装作業につき、追い越し車線の方が規制中になっております。以上沖縄自動車道の道路交通状況はこんな感じでございます。まだ規制情報は少ない、まだ工事が始まってないのかな、ではあるんですけれども、あの西原インターチェンジ付近の方ただいま故障車が止まっているということで、はい、こちらの方通勤通学される方は十分お気をつけください。以上今日の天気と、8時12分現在の、道路交通状況をお伝えいたしました。アネッタイラディオ FM ナハ。
ただいまの時刻は8時12分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずは沖縄タイムス総合面からお読みいたします。知事首里城再建に決意、年頭挨拶、国に新基地断念要求。玉城デニー知事は6日の県職員向け年頭挨拶で、火災で正殿などが焼失した首里城について、国や那覇市など関係機関と連携し、一日も早い復旧復興に挑み続けると決意を示した。または辺野古新基地建設の断念を政府に強く求めていくとし、係争中の裁判で県の主張が認められるよう全力を尽くすと決意を新たにした。続いて琉球新報の総合面からお読みいたします。無制限でウラン濃縮へ、イラン核合意破棄も警告。イラン政府は5日2015年に欧米など6カ国と結んだ核合意逸脱の第5弾の措置として、無制限にウラン濃縮を進めるとの声明を発表した。濃縮度を兵器級に近づく 20% に高める恐れが出てきた。声明は段階的な逸脱は今回が最後としており、政府筋は次は合意離脱の決定を下す可能性があると合意破棄を警告した。それでは続いて沖縄タイムスの社会面からお読みいたします。交通事故死全国3215人、2019年県内36人。2019年の全国の交通事故死者数は前年より317人少ない3215人で、統計がある1948年以降で最少となったことが6日警察庁の集計で分かった。最多だった1970年の1万6765人と比べ5分の1以下まで減少した。県内は36人で前年より2人少なかった。道庁の担当者は要因として車両性能の向上や取り締まり強化による速度違反者の減少、シートベルト着用率の改善などが考えられるとしている。はい、それでは続いて琉球新報の総合面からお読みいたします。沖縄さらなる飛躍へ、経済31団体が合同新年会。県内経済31団体の合同新年宴会が6日那覇市の沖縄ハーバービューホテルで開かれた。県内の経済関係者など約750人が参加。観光客数が1000万人を超えるなど県経済が好調を維持する中、今年は新たに那覇空港の第二滑走路が利用開始となり、出席者は沖縄のさらなる発展を願った。はい、以上、沖縄タイムスと琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたしました。それでは、ここでですが、ちょっとマイリーが選んだ1曲お聴きください。それでは参ります。三浦大知でカラーレスです。それではどうぞ。
はい、フリートークのお時間でございます。先ほど流した曲は三浦大知でカラーレスという曲でした。ありがとうございます。お聴きいただいて、ちょっとね、三浦大知ちょっと最近、まあ、ちょっと前っていうか結構前から三浦大知が多分本当に有名になりだしたあたりから、なんかにわかみたいな感じでちょっと入っていったんですけども、この曲すごいお気に入りで、ちょっとぜひ皆さんに聴いていただくて、いただきたくて流しました。ありがとうございました。それではフリートークのお時間です。今日のフリートークのテーマは2020年初買い物でございます。まあね、福袋とかね、なんか初商いとかでデパートで何か買い物した方、またはなんかね、ご飯とかばっかりご飯とか買ったりした方もね、そういうのをお話できたらなと思っております。まだまだ、トーク、メッセージ募集しておりますので、どうぞメッセージをお寄せください。メールアドレスが780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp または FM なはのウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りいただけます。またね、ツイキャス、FM なはやっておりますので、そちらのコメント欄でもどんどんメッセージお寄せください。でね、もう曲のねリクエストもどんどんお待ちしております。後半に、前半でね、もう前に流したい曲流し切っちゃったからまた探すんですけどもね、はい、ぜひ皆さんがよろしければ、なんかね聞きたい曲あればどんどん教えてください。それではツイキャスの方で早速コメントいただいてます。ありがとうございます。自転車のお店タオさん、今年最初の買い物は、元日サイクリングのお昼に買ったコンビニおにぎり。もしかしてお正月サイクリングしてたんですか？さすが自転車の店さんタオさんね、タオさん、さすが、すごいな。今年は元日は、休んだ店もあるようだけど開いててよかった。おにぎりを作ってくれた人、運んでくれた人、お店を開けてくれた人、ありがとうございます。ということで、あーそっか、なんかね最近1、2月、なんかのニュースで見たな、なんか1月1日を閉めたお店もありましたよね。なんか正月休みでコンビニをね閉めたところもあったみたいですね。沖縄でも実施されたのかな。すごい、元日にサイクリングしたんですね、すごもうほぼほぼ毎日なんかね、この毎週火曜日なんかメッセージもらうじゃないですか。タオさんのコメント、だいたいサイクリング行った後のなんか思い出話なんですよね。どんだけ言ってんだもう、まあ、自転車の店さんだからもうそれそうなんだけど、ちょっとびっくりしますよね。元旦までってすごい。これからも頑張ってください、ぜひ続けてください、ありがとうございますコンビニおにぎりの話よりちょっと元日サイクリングの方に話が寄ってってしまったすごい。あ、でもコンビニおにぎりかね、そうだよね、普通にコンビニで買うご飯が初買い物っていう方も結構多いと思いますね。はい、続いて、ジェットさん、田舎娘さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。埼玉から聞いてます。おー埼玉、寒いぞ埼玉元日から風、未だ寝込んでますということで、うわー大変だ。タオさんもね、あらあら、それは散々な年明けですね、 お大事にということで、これ元日から風でずっと続いてるんだ、もう1週間ぐらい続いてるじゃん。もっと早くね、早く治してください、もうお大事になさってください本当に。そっか、じゃあもう買い物なんてしてる暇ないよね、考える暇がないよね。うわそっか大変だ、もう頑張ってください頑張ってください、ありがとうございます。続いて、おはようございます、万代ですということで、万代さんおはようございます。初めてのコメントありがとうございます。万代さんね、自分が去年の12月に出た、日付変更戦でちょっとね初めてなんかちょっとご挨拶したかな、ちょっとね客出しとかね、わーってお話ししたかもしれませんが、あんまりねまだちょっと顔をちゃんとお話ししたことがないんですが、まあ、個人的にちょっと万代さんの存在は知ってたので、なんかねコメントしてくれてありがとうございます。続いて、長谷川純さん、あ、マイリーすっきりした顔してるな万代ということでもうね去年の日付変更戦見てくれた方がもうここで万代さんで盛り上がるっていうね、ありがとうございます。はい、皆さんねちょっと
あの年明け後の、 あの初買い物のお話もどうぞなさってください。よろしくお願いします続いて、ジェット、あ、田舎娘さん、昨日病院行ったらインフルエンザ A 型、本当災難な年明けです。 福袋買いたかったですということで、本当にってことは1日から6日までこれもうインフルエンザだけどちょっと我慢してたってことだよね。うわ大変だ。もう薬ないとなんかすごいインフルエンザって大変じゃない。うちなんかもうインフルエンザあんまりかかったことなくて、もう発覚してもすぐ病院行っちゃうからもうすぐ薬飲んで楽になるんですけども、そうなんかあんまりすぐねちょっと買いに行けなかったりね、なんか医者のねかかりつけのお医者さんとかにねかかれなかった方とか結構長引くみたいで、あもうジェットさん今それだ、もう本当にお大事になさってください。もうね薬飲んだらねまだ楽になるかもしれないからね、頑張ってください。ありがとうございます。あ万代さん、まだきちんと挨拶できてないです、今度挨拶できればと。ありがとうございます。またね万代さんのこう舞台とかに見に来てくださる方ですよね。結構まあ、前田はねまだこれからの予定としては3月にちょっと2個ほどあるんですけども、まだちょっとね詳細な日時とか決まってないので、またねぜひここでもお知らせさせてください。よろしくお願いします。ありがとうございますはい、ということで、2020年初買い物というトークテーマなんですけれども、マイディはね、初買い物はあのですね、あのスターバックスあるじゃないですか、あのスターバックスのカフェの、福袋に当選しまして、それをね受け取りに行ってきました。で福袋抽選で当たったって言ってもね、なんかその場でなんか無料で引き換えできるとかではなくて、そうスターバックスのなんか福袋って人気すぎて、この買うにしてもめちゃくちゃ並んじゃって、なんかいろいろ大変らしいんですよ。だから事前にあの買いたい人はこの抽選を受けて、抽選に受かった人だけ買えるっていうシステムなんですよ福袋買う人選ばすってなかなかですよね。それでマイディ今年ねちょっとようやく初めてあの当選しまして、そう福袋買いに行ってきましたよ。それが 初買い物だったかな。結構ねスターバックスの福袋の中身ってお得なものばっかりなんですよ。そうマイディちょうどね水筒とタンブラーどっちも欲しかったんですけども、どっちも入っててちょっとお得でしたさらにねなんかドリンクチケットも入ってるんですよね。結構入ってて、そうか結構元取れてるなって思いながらちょっと買い物ねワクワクして終わりましたね。そう福袋自体もこれで初めてだったかな多分。そう福袋あんま買ったことないんですよ。ちょっとねまた来年になればね挑戦していきたいと思います。直樹先生おはようございます。またねコメントもどんどんよろしくお願いします。それではね、あコンティニューコインありがとうございます。そんな感じでね、2020年初買い物で、またね、30分からの後半でも、どんどんメッセージ募集しておりますので、メールでもね、ツイキャスのコメントでもどんどんお寄せください。曲のねリクエストもぜひお待ちしております。なんか聞けばね多分流せると思うのでよろしくお願いします。それでは、前半のモーニングナハはそろそろ終了のお時間でございます。30分からねまた後半やって、今日のお天気、道路交通状況、そしてニュースをお伝えしてから、またトークテーマ2020年初買い物でやっていこうと思います。はい、それでは皆さんお楽しみ、うちなうちなうと CM を挟んでまた30分から後半やっていきますので、どうぞ、そちらまでもねお聞き逃しなく。ではそれではまた30分にお会いしましょう。バイバイ。小刻みインディアンとヒップのウチナーグチナウ、今日のテーマはこちら。おほうほうおほうほう、これは咳込んだ時のごほんごほんという意味です。今日はどうなされました先生。はい、ワタモーリーよ、うん、昨日からおほうほうが止まらないわけ。おほうほうなあモーリーほらおほうほうっていうのは何ですかね。先生、うん、ワタヤーグナみんなおほうほう、
ヒッチ朝からおほうほう大変だよね、モーリーほらおほうほう、はい、うほうほうほらよ、わたモーリーゴリラかや、モーリーあんたゴリラかほら、あ、おほうほうっていうのは沖縄だけの病気かな、おほうほらよ、おほうほうよ、大丈夫ね、モーリーあーもう大変になってるこれ、ワイワイみたいな感じですか、盛り上がってちゃうすか、おほうほうしながら盛り上がってごらん、モーリーあーもう大変だこれ、じゃあタンバリン出しときましょうねよかったな、モーリー先生ありがとうございました。FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。改めまして FM 那覇のわわわわわわわなんか言えなかった、仕切り直します、改めまして FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。そして皆様明けましておめでとうございます、1月7日火曜日、ただいまの時刻は8時31分を回ったところです。カルチャープルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。今日火曜日のお相手は役者の前田夏子です。どうぞ最後まで30分お付き合いよろしくお願いします噛み倒しました今ね、はい、30分どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ちゃんと仕切り直します、落ち着きますはい、皆さん明けましておめでとうございます。前半の方でね、また新年の挨拶しましたが、またね後半から聞いてる方もいらっしゃると思いますので、はい、明けましておめでとうございますね。火曜日のモーニング那覇がまさかのこの初モーニング那覇が1月7日っていう、まあまあ関係ない、まあまあもう新年ではない感じになっちゃいましたはい、皆さんね、もう明けましておめでとうございます、みんな言い終わったんじゃないでしょうか。そんなタイミングで明けましておめでとうございますもうね、なんか初仕事もね昨日から始まってる方もいらっしゃると思いますが、またね通勤通学、大学のお供にね、またよろしくお願いします。モーニング那覇お付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日のフリートークのテーマは2020年初買い物でございます。はい、もうね1月1日から始まる初商いとかのね、福袋とか、またね、まあ、それとは全く関係ないもん、日常にありふれたもん、コンビニのご飯とかね、そういうものでもね、全然いいので、全然いいのでって、はい、どんどんお寄せください。っていうのもね、結構正月から結構時間が経ったじゃないですか。もうね、絶対もうお正月の話はみんなしてると思うんですよ。だからちょっとフォーカスを絞ってね、そう、2020年初買い物っていうとこだけ、フォーカスを当ててちょっとお話ししていけたらなと思っております。前にもね、ちょっと初体験、今年でちょっとね、お買い物を関してちょっとやりましたので、そちらの方もお話しできればと思います。はい、ということでこの番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージを募集しております。メールアドレスが780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りいただけます。またツイキャスト、YouTube ライブで動画配信もしておりますので、そちらで映像を見ながらもお楽しみいただけます。YouTube は
YouTube ライブで、YouTube の検索欄でですね、アルファベットで FM 漢字で那覇と検索していただくと、FM 那覇のチャンネルが表示されますので、そちらをご覧ください。チャンネル登録がまだの方は登録ボタンをポチッとするのもお忘れなく。はい、ちょっとねもう前半で紙に噛んだのがちょっと今コメント欄でね、あのツイキャスのコメント欄なんですけれども、もう自転車の店でタオさんがもうあわあわあわ、万代さんがあらららということでもうなんか実況でね、このコメントでこの反応を見るのが結構新鮮なんですけども、はい、やっちゃいました、もう最初からねもうこんな感じでも気楽にねやっていこうと思いますので、どうぞ皆さんもメッセージお気軽によろしくお願いいたします。万代さん、先ほど、前半のね最後らへんに流した内縄口なおに関して、ヒープさんおほうほしながら森が盛り上がってごらん、森さんにゃにゃにゃ、やっぱり今聞いてもこのやりとり面白いですってことで、あ、これもう聞いたんですね内縄口なおってこのどんな時に録音してるかわかんないんですけど、結構もうなんかねいっぱいポンってねリストで上がるんですけども、どれ聞いても面白いんですよねそうだからうちなうちなうちょっとやってみたい気持ちもちょっとありますまあこれはねもうオリジンの方々の特権かもしれませんがね、はい、もういつも助けられております、ありがとうございます面白いですよねこのそうヒープンさんとね小刻みインディアンさんの方が特に面白い、うちはとめっちゃ好きですこれもううちもこれめっちゃ好き、はい、ということでもうそんなこんな言ってたらもうオープニング終わっちゃいましたよ。それでは曲いきましょうかね。今日の曲なんですけれども、そうあのね実はあの新年を機に あるバンドがちょっと復活しまして、マイディも大好きなバンドなんですけれども、はい、その曲ちょっと流させてください。いきます。東京事変で選ばれざる国民です。それではどうぞ。ただいまの時刻は8時37分を回りました。カルチャープルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。先ほど流した曲は、新年に再生した、ね、東京事変さんによる、選ばれざる国民でした。ありがとうございました。
これを機にね、皆さんぜひ東京事変の良さを知っていただければと思います。不況です不況。はい、ありがとうございます。追加するね、ちょっとさっき逃してたコメントがありまして、直樹先生言ったかな、直樹先生おはようございます。そして、息子はまゆいなちさんおはようございます。今聞いたということで、あら今からですか。ね、いつも最初からいるメンバーが結構いないなって思ってたんですけども、ありがとうございます。どうぞ最後までお付き合いください。それでは参りましょう。これからのお時間は、今日のお天気と道路交通状況についてお伝えいたします。それではまず今日7日のお天気から。今日のお天気は南東の風後南の風やや強く晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜遅く雨、波 1.5メートル、降水確率が6時から12時が 10%、 12時から18時が 20%、 18時から24時が 30% となっております。日中の最高気温は24度と、まあね、新年にしては1月にしてはだいぶ暖かい気温になっております。まあね、外のスタジオの外見てもあんまり厚着してる方はいらっしゃいませんので、はい、通勤通学今からなさる方はね、服選びちょっとね慎重にしていただいて、あんまり暑いとね、なんか室内入ったら余計暑いみたいになるかもしれないからね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。雨雲ね、ちょっとどうなんだろう、18時から24時に 30% とあるんですけれども、ところにより夜遅くから雨ということで、まあ、最初らへんお昼頃まではね、まだ雨具持たなくてもいいんじゃないかっていう感じですね。それでは続いて、気象警報注意報についてお伝えいたします。今日の気象警報注意報はすべて解除されております。それでは続いて那覇市の道路交通状況についてお伝えいたします。まずは鳥堀から義母まで、ただいまこちらが長めの渋滞が発生しております。さらにその先の義母から古島まで、こちら義母交差点周辺の方が混雑となっております。続いて上間から国場、こちらも長めの渋滞、さらにその先の国場から小羽倉まで、こちら小羽倉交差点周辺の方が短めですが渋滞が発生しております。続いて小羽倉から余儀まで、ただいまこちら余儀交差点周辺の方が長めの渋滞が発生しております。さらに寄宮から余儀まで、ただいまこちらも長めの渋滞が発生しています。続いて小羽倉から朝日町、朝日町から朝日橋まで、ただいまこちら、朝日町交差点周辺の方が、長めの渋滞が発生しております。はい、以上那覇市の道路交通状況はこんな感じでございます。前半のね 8時だいたい12分ぐらい時点の、道路交通状況よりかはちょっとね、改善しておりますが、まだねちょっと長い渋滞が結構多めにありますので、はい、今から通勤通学される方は十分お気をつけください。それでは続いて沖縄自動車道の道路交通状況についてお伝えいたします。まずは沖縄道下り那覇インターチェンジから西原ジャンクションまで、ただいまこちらが工事につき第一走行車線が規制中になっております。続いて沖縄道下り石川インターチェンジから谷川インターチェンジまで、ただいまこちらが工事により規制中になっております。続いて沖縄道下り金インターチェンジから宜野座インターチェンジまで、ただいまこちらが排水作業につき規制中になっております。続いて沖縄道上り巨大インターチェンジ付近の宜野座インターチェンジ巨大インターチェンジ間の方が舗装工事により追い越し車線の方が規制中になっております。同じく反対車線の下りの方も、舗装作業につき追い越し車線の方が規制中になっております。続いて沖縄道上り
沖縄北インターチェンジの方がただいま路肩に故障車が止まっておりまして、こちらの方規制中になっております。こちらの方通勤通学される方は十分お気をつけください。はい、以上、今日のお天気と8時43分現在の道路交通状況をお伝えいたしました。はい、ツイキャスの方でコメントいただいてます。ありがとうございます。マンダイさん、コキザメインディアンさん、ヒープさんのうちなぐちなはチャーブーナイ、のうちチャーブーナイのうちなぐちなはチャーブーナイの意味より他の方言が入って、チャーブーナイの意味よりそっちが気になってしまう面白さがあっておすすめです。すごい、作品ごとに覚えてるパターンですね。すごい。これね、いつもね、番組の前半の、最後の方に流れる、うちなぐちなうについてのお話なんですけれども、すごいな、万代さん、ありがとうございます。新年のアミルキーさん、おはようございます。友和さん、キャス君、おめでとうございます。ありがとうございます。野の中の銀のホタルさん、あ、おはようございます。明けましたね、おめでとうございましたね。マイディさん、今年もいろいろハプニングを起こして楽しませてくださいということで、まあ、早速後半のね、最初の辺にまあまあハプニングを起こしましたが、ご覧いただけたでしょうか。まあ、ご覧いただけない方はね、またあの YouTube の方にバックもございますので、はい、バックナンバーございますので、どうぞ、お聞きください。はい、ジェタさん、スタバ以外には福袋を買ったんですかということで、お、なるほど、これはね、ちょっとまた後でお話しましょう。ありがとうございます。それでは、今日のお天気と、8時43分現在の道路交通状況をお伝えいたしました。アネタイラディオ FM ナハ。ただいまの時刻は8時45分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス、琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずは沖縄タイムス総合面からお読みいたします。知事、首里城再建に決意、年頭挨拶、国に新基地断念要求。玉城デニー知事は6日の県職員向け年頭挨拶で、火災で正殿などが焼失した首里城について、国や那覇市など関係機関と連携し、一日も早い復旧復興に挑み続けると決意を示した。また辺野古新基地建設の断念を政府に強く求めていくとし、係争中の裁判で県の主張が認められるよう全力を尽くすと決意を新たにした。それでは続いて琉球新報の総合面からお読みいたします。無制限でウラン濃縮へ、イラン核合意破棄も警告。イラン政府は5日2015年に欧米など6カ国と結んだ核合意逸脱の第5弾の措置として、無制限にウラン濃縮を進めるとの声明を発表した。濃縮度を兵器級に近づく 20% 以上に高める恐れが出てきた。声明は段階的な逸脱は今回が最後としており、政府筋は次は合意離脱の決定を下す可能性があると合意破棄を警告した。それでは続いて沖縄タイムス、こちらは社会面からですね、お読みいたします。交通事故死、全国3215人、2019年度。2019年の全国の交通事故死者数は前年より317人少ない3215人で、統計がある1948年以降で最少となったことが6日警察庁の集計で分かった。最多だった1970年の1万6765人と比べ5分の1以下まで減少した。県内は36人で
前年より2人少なかった。同庁の担当者は要因として車両性能の向上や取り締まり強化による速度違反者の減少、シートベルト着用率の改善などが考えられるとしている。はい、それでは続いて琉球新報の総合面からお読みいたします。沖縄さらなる飛躍へ、経済31団体が合同新年会。県内経済31団体の合同新年宴会が6日那覇市の沖縄ハーバービューホテルで開かれた。県内の経済関係者など約750人が参加した。はい、以上、今日のニュースを沖縄タイムス琉球新報の紙面からお伝えいたしました。それではここでちょっと1曲いきましょう。最近推しのねデラックスデラックスさんいらっしゃいますよね。デラックスデラックスさんのカバー曲がございます。カモメが飛んだ日というカバー曲ございますので、そちらの方を流させてください。それではどうぞ。お、大変失礼いたしました。ちょっと流れないみたいなので、すいません、そのままちょっとね、フリートークのお時間に行こうと思います。すいません。はい、それではフリートークのお時間でございます。ちょっとね流れなくてごめんなさい。またねデラックスさんのカバー曲、また次のね回で流させてください。お楽しみに。それでは今日のフリートークのテーマは2020年初買い物でございます。まあね、ちょっとお話しする時間ちょっと短めになっちゃいましたが、どんどん皆様からのメッセージまだまだ募集しております。よろしくお願いします。ツイキャスの方で、早速コメントいただいてます。さっきの言葉ですね、コメントありがとうございます。ジェットさんのねスタバ以外には福袋買ったんですかということで、そう買えてないんですよ。そうだからね、まず生まれて初めて買ったのがこのスタバの福袋なんですね。でも他の福袋の中で服とかねあるじゃないですか、衣類とかのなんかブランドが用意してる福袋、あれ買ったことないんですよ。なんかね怖いんですよね、なんか当たり外れが多そうな気がして、そうなんかね損したら嫌じゃないですか、だからちょっと嫌なんですよ。でもね一回ぐらいちょっとチャレンジしてみたい気持ちはあります。じゃあね来年頑張ってみようかな、ちょっとね巡ってみようかな。そう、初秋内の時にこのデパートに行くのもちょっと怖くて人がごった返してそうで怖いじゃないですか。そうだからスタバのはねちょっと一応デパートの中にある店舗だったんですけども、ちょっと頑張って結構夜目に営業時間内だったらねいつでも取りに行っていいということだったんでね、ちょっと夜に取りに行ったんですけども、その頃には結構落ち着いてましたね。福袋ももうなくて、そうだから朝とかにバーって行くじゃないですか、あれちょっと怖いけどちょっとチャレンジしてみたいっていう気持ちもありますっていう気持ちだけ。来年ねまた良ければ挑戦していこうと思います。はい、頑張ります。ありがとうございます。続いて、曲がるうさぎさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。鹿児島は朝から16度、そろそろ年末の大掃除の予定でも立てようかと、誰よりも先行くのもいいかなと思ってたりしますということで、もう年末の大掃除、今大掃除必要な感じなくない？大掃除終わったくない？ねえ。マイリーもね掃除終わったんですけども、そう掃除してたらね、なんか知らない随分使ってなかったカバンから五千円札が出てきて、もう自分の何管理のなさにちょっとびっくりしたんですけども、まあね、まあ多分掃除あるあるだと思うんですけどね、ちょっとラッキーかなとは思ったんだけど、これちょっと自分のなんかねカバンの中に5000円ほっとくんだみたいな新たな一面を発見したんですけども、もうねちょっと笑ってきちゃった、ごめんなさい。はい、曲がるうさぎさん、今からね年末の掃除の予定立てるのもいいかと思いますが、掃除終わりました？
終わりました。はい、ありがとうございます。ジットさん、わかりますわかります。あ、福袋の話ですね。ビレッジヴァンガードの福袋を買ったら変なのばかりで後悔した経験ありますということで、あれはねもう後悔を前提にして買うみたいな感じありません？ビレッジヴァンガードさんは当たり外れの振り幅が大きすぎるよまあね、多分全部なんかねいいものだと思うんですけど、好みの振り幅がすごいビレッジヴァンガードさんはね結構いろんな幅のね取り入れてるからね、大変だと思いますよまあ挑戦はしてみたいですけどね。はい、ありがとうございます。続いてアムシさん、おはようございます。夏子さん、おはようございます。新年おめでとうございます。よろしくお願いしますね。今年も、昨年はお世話になりました。ありがとうございます今年もよろしくお願いします。テーマ、2020年の初買い物。2020年の初買い物は、日用品や弁当や飲み物ですね。福袋はまだ買えてないですね、ということで、福袋まだ買えてなかったらもう買えないもう買えないであろうまだね、来年みんなでチャレンジしていきましょう。福袋なかなかね、このコメントをいただいた中で福袋買った方がね自分以外いなかったっていう結果に至っちゃったんですけどもね、まあそうだよね、初買い物って言ったって、まあ大体なんか飲み物とか弁当とか食べ物とかだったらもうすぐ買っちゃうもんね福袋意外と少なかったっていうね、なんか謎に集計結果を得ちゃいましたはい、皆さんコメントありがとうございました。皆さんどんどんね、もう2020年の初買い物は飲み物か食べ物か日用品でございますそれ以外はねまだ買えてない方もいてびっくりしましたが、はいはい、前にはねスタバのね福袋に初挑戦してみましたよ、ということでね、またね福袋ね、ぜひ挑戦してみたいと思います。また来年ですね、頑張りましょう。それではね、もう新年のご挨拶も終わり、また来年気が早い来週からねまた火曜日、やっていきたいと思いますので、どうぞ皆様もねこれからもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日のモーニングの8終了のお時間でございます。火曜日のね、またマイリア終わっても、また明日は若菜さん、そして来週火曜日にはまたマイリアやりますのでね、はい、今から初めて聞いたよって方もねぜひぜひ、来週以降もお付き合いよろしくお願いいたします。皆さんコメントありがとうございました。またフリートークでね、コメントまたねとかね、リクエストとかね、どんどんよろしくお願いいたします。曲もねぜひできるだけ皆さん流していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、モーニングの葉新年のご挨拶終了のお時間でございます。それではまた来週お会いいたしましょう。皆さん明けましておめでとうございます。また今年もよろしくお願いします。バイバイ、お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん今年もよろしくお願いします。バイバイ。